まずなぜ今日ですね2度目の記者会見になったかを申し上げます。前回のですね記者会見は4月10日に行わせていただきました。でしかしですね4月12日その2日後に、米国との、事前協議が終了いたしまして、でその内容に大きな問題があるとですねいうことがありまして、改めてですね声明を発表し、ここでですねディスカッションを含めた記者会見をしたいというふうに思うようになりました。今私どもとしては12日の日米事前協議の結果の文書発表を受けました。私たちの見解というものを17名の呼びかけ人の協議をでまとめたわけでありますが、それをですねより私たちとしてはその日米政府の発表文書にそれ自体とその食い違いですね、不明点とか疑問点というのが山積しているわけですけれども、私たちなりの見解でそれに関する評価をしたわけですが、まだまだ解明すべき点もあるということで、私たち自身が政府に公開質問状を出すということも検討したのですけれども、これまでの例からしておそらくなしのつぶてで終わってしまうのではないかと考えました。そこでまずこの以下の1、2、3ですね、この3つの項目についてぜひとも政府に正してもらいたい。1つはなぜ日本はアメリカ側が追加した4項目について発表していないのかと。2つ目は実際に日米の事前協議で協議された項目とは、あるいはそのどういう項目なのか、およびその各項目についてどのような協議がなされたのか、これをこの際国民の前で明らかにする必要があると考えております。3つ目、非関税措置についてアメリカ側文書では今後も両国の合意により追加があり得ると記載しているわけで、先ほど私たちの見解で大西さんが触れられた点でありますが、この点について日本政府の側では触れていない。これ以外でもですね、両国が合意すればさまざまな項目を協議できるということが実際はどうなっているのか、アメリカ側の言う通りだとすればこれは重大な問題でありますから明らかにする必要が当然あると